はい、皆さんこんにちは。今日は新潟県の燕市でございます。こちらは JR の燕駅前でございますけれども、燕市っていうのは結構大きな町でございまして、人口は約76,000人、新潟県のほぼ中央に位置する町でございます。こちらの燕市は新潟県内では人口は7番でございますけれども、町の地域の大部分が平地であるため、人口密度は新潟市に次いで2番目でございます。こちらの燕駅の1日の平均乗降客数は914人、越後の国一宮でございます弥彦神社付近まで結んでおります JR 弥彦線がこの駅を通っております。こちらの地名燕という漢字は現在は鳥の燕でございますけれども、昔は津が津波の津、波が磯の波平の波、目が目ん玉の目でございまして、津は港、目は中心地を意味しておりました。しかし港といっても燕市は内陸部にあるため、こちらで言います港とは信濃川の下肢に多くありました船着き場の一つという意味でございまして、燕市周辺が米の集積地とされまして、水運の中継基地として栄えたそうでございます。いやー、しかしいいですね。こちらの燕の町にもこんな感じで新潟の昔ながらの岩木がございます。これは昔のアーケード。燕駅周辺にあります中心市街地はもともと鉄道の駅前として栄えたわけではなくて、この付近を流れております中野口川の水運で栄えた町でございました。この周辺には結構昔の建物が残っておりまして、こちらは国の重要文化財に指定されております建物、なかなか立派ですね。なんかそしてこちらが燕市の中心地に河川星雲の繁栄をもたらしました中野口川でございます。なかなか立派な川ですね。本当に結構水量もございまして、これは一級河川。いやー、本当に明治になるまで鉄道が敷かれるまでは日本全国主要な道路、いや主要な交通手段、物資の運搬に用いられていたのはもっぱら水上交通でございまして、船を使えばたくさんのものをいっぺんに持っていくこと、運ぶことができますので、明治以前の時代の歴史の話について考える場合には本当に欠かせない水上交通、本当に欠かせないものでございます。その後明治から昭和の初期前期にかけて鉄道の時代になりまして、戦後はもっぱらモータリゼーション、一家に一台、一人に一台という時代が参りましたので、鉄道という交通手段も衰退しまして、現在は昔の郊外にございます大規模ショッピングセンターが商業の中心であるわけでございますけれども、まあこれからの時代20年30年先にはもしかしたらドローンとかそういうものに乗って移動しているかもしれません。そうなった場合にはどうなんでしょう、なんか中心市街地っていうのはできるのかどうか、また空の上なんでまあ渋滞もあるんでしょうけれども、まあいいですね。なんかとっても便利になりまして、今のように自動車が当たり前のようにドローンが当たり前になるような、そのような時代が来るかもしれません。そしてこの辺りの商店街が昔の燕の中心地、いやーしかし現在は本当にすっかり廃れているという、そんな感じですね。やっぱ結構ボロボロというか、これはこれで味わいがありますけれども、そしてこちらの町には定期的な市があるそうでございまして、今日もこんな感じでテントがなされております。いやーしかし思ったよりも点数が出ておりまして、意外と賑わってますね。なんか結構これは面白い。いやー日用品、服とかそんなものから野菜、果物、そういうものまでたくさんの種類の商品が並んでおりまして、昔の商売の形が現在も残ってる、結構興味深いですねこれは。